橋が持つ日本のベルトは果たしてこの戦いの後にどちらのチームが手にしているのか、ゲットかトップか、小橋健太、ジョニーエース健山。その持ち前のパワーはかねてから定評がありましたが、それに迫力が加わってきましたゲイリー・オブライト。第12代、14代、16代、18代、21代、この5回がテリー・ゴディとのコンビでした。そして30代、これがジョニーエース、今赤コーナーで手を叩いているこのジョニーエースのコンビでの世界タッグタイトル奪取でありました、スティーブ・ウィリアムス。小橋の意識を確かめるようになぶるようにスティーブ・ウィリアムスが小橋をわざわざ覚醒させてからのファイトであります。張っていく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 、さあ小橋もこれに応酬だ。そしておっとその間にタッチしているよ、青コーナーゲイル・オブライト入ってきた、ダブルのハンマーだ、スレッジハンマーを落としていきます。小橋がガクーンと姿勢を落としました、膝をつきました、両膝をついています。そしてフルネルソンスループレックスの体勢か、レッドシグナルが灯りましたが小橋なんとか振りほどいています。逆水平エルボーで返していきます、ゲイリー・オブライト。リングの中央だ、ローリングしてのトラースキック、ソバット下から突き上げるようにして速射砲の逆水平。そしてわーっと逆に投げられたフロントスープレックス。ここはやはりゲイリー・オブライトに一律の長がありました。エースとウィリアムスの絡みに、あっとパンチだ、顎に入った。そしてフロントスープレックス、あーラリアット、小橋はラリアットに切って取られました。馬場さん、突然この来るウィリアムスのパンチっていうのにやはりブロッキングの選手多いですね。そうですね、あそしてチャレンジャーチームの合体コンビネーション、小橋ピンチ、バックスイングのないところからスナップの効いたナックルパートでのパンチがエースに見事に決まって、エースが叩き落とされ、そして小橋も2人の攻撃に切って取られました。チャンピオンチームピンチであります。そして何を持ってくるか、ステップオーバートーホールドウィズフェイスロック STF だ。小橋の単発のカット、しかしこれもウィリアムズに捕まります。スリーパーホールドに入られたチャンピオンチーム2人がサブミッション、グラウンドの展開で完全にチャレンジャーチームに捉えられました。さあゲット、グローバル、エネルギッシュ、タフ、小橋のゲットがピンチだ。世界タッグをゲットした小橋、その世界タッグのベルトを手放してしまうのか、エースコールが巻き起こります。試合の権利があるのはエースとゲイリー・オブライト、小橋はウィリアムスにスリーパーホールドに取られています。小橋前のめりに逃れました。ここでようやく立ち上がった小橋がカットに行きます。さて馬場さん、一貫性動きが悪いと言ってもチャンピオンチームはこのままではいけません。どういったあたりに活動を見出したらいいんでしょうか。そうです ねウィリアムスかオブライトかどっちかやっぱりそういうの決めていかないとですね。あとエースクラッシャー、これもちょっとタイミングがずれました。チャンピオンチームとしてはそうしますとウィリアムスあるいはオブライト、このあたりに今一つ攻撃のポイントが絞りきれない、こういったところを逆にチャレンジャーチームに疲れています。棚心に唾を出しました。そしてゲイリー・オブライトがそのウィリアムスに小橋を預けます。さあ俵を抱えるような形になった、そのままのアバランシュホールドだ。小橋ピンチ、放送席にはエースが飛んできた、危ない。25分経過であります。1対1がダメなら 1+1 を2にも3にもいたします。2人の合体、カバーに入ります。今ここでようやく1つ大技、2人の連携らしきものが見えましたが、さあおっとゲイリー・オブライトが後ろへすっこけました。場外に落ちていきますゲイリー・オブライト。そしてジョニー・エースが赤コーナーからダイビングのラリアット、そして小橋がニュートラルコーナーから飛んでくるか、何を持ってくるのか、投げられました。しかし小橋突進、ランニングでクリカードロップ、
話しておりました。私しかしリング上小橋が拳を握ってラリアットに行くところ、腕を取られました。しかしなおもラリアット体ごとぶつかっていきました。しかしカットに合います。レイリー・オブライトが帰ってきました。そしてチョップを見ている。ああジャンプ飛びかれた小橋健太。先に立ち上がったのはウィリアムズですが、小橋の方向を今やっと確認しました。小橋も足を出す。バックを取られた。バックドロップ。小橋前に倒れました。ここで出ました、殺人バックドロップ。スティーブ・ウィリアムズ死んではいませんでした。そしてゲリー・オブライトが高々とトライアングル・オブ・パワーを掲げます。このチーム名はトップ。エースが帰ってきた。チャンピオンチームまだ死んでいません。ゲットは死んでいません。まだ世界タッグのタイトルをしっかりとゲットしています。しかしエース風前の灯火、ダブルのショルダー叩き落とされた。そしてゲリー・オブライトとトライアングル・オブ・パワー、スティーブ・ウィリアムズ、新しい名前はトップ。メモリアルナイト、新チーム名が決まったこの夜に世界タッグタイトルを奪取するか。ウィリアムズ、そしてゲイリー・オブライト、その3カウントを小橋から奪うか。おっとカナディアンバックブレイカーの体勢からそのまま落とした。小橋大ピンチ、カウント3、カウント3、新チャンピオン誕生。トライアングルオブパワー、トップがトップに上り詰めました。新しいチーム名が決まったその夜に、そのメモリアルナイトにトップがトップを極めました。